はい、シューチャンネルのシューです。今日はね、オクラの種まきになります。いよいよ6月に入ってね、気温も上がってきております。本当はね、4月末ぐらいに、保温をしてあるね、ハウスとか家の中でね、発芽させてもよかったんですけど、今年ね、オクラちょっと場所取るから植える予定本当なかったんですよね。そしたらね、うちの母ちゃんがね、オクラあんた植えなさいということでね、急遽ちょっと種を買ってきました。巻き時は、大体ですね、種類によって違うんですけど、やっぱり4月からね、うちの場合は6月半ばぐらいまでということで、まだ全然間に合うんでね。で、お手軽五角オクラ、これね、まあ7月ちょっと初めまで大丈夫ということでね、2種類買ってきております。大体ね、種はこんな感じで、結構大きいんで、数も入ってますんでね、失敗することは、ほぼないかなと思いますんで、1袋買ったら1家庭だと十分すぎるぐらい入ってますんで、お値段もね300円しないぐらいで安かったりするんでね、夏にね、おすすめの野菜の一つかと思います。収穫も簡単です。今後はね、植え付けから、またね収穫と、育成、あとは、どうかな、ちょっとしたポイントなんかもね、動画にどんどんアップしていきたいと思うんですけど、なぜ2種類買ってきてるかっていうところからまずね、見ていただこうかと思うんですが、これね、丸さやオクラって言ってね、こうカットした面がね、丸いんですよ。で、これ特徴としてね、オクラって取り遅れるとね、筋張っちゃっても食べれなくなるぐらい硬くなるんですね。ただね、丸い品種に関しては、比較的柔らかいので、多少ね、1日2日取り忘れても、まだ食べれるかなと、いった感じの、品種になります。はい。で、ことね、あと、お手軽五角オクラ。これよくね、スーパーに並んでますね。このね、切り口がね、五角形になるってやつでね。こちらはね、取り忘れるとね、本当にね、硬いですね。もう食べれません。捨てちゃってますね、うちなんかもね。それと、2種類買うことによって、1種類ね、収穫が終わってもね、後半でね、別の種類が頑張ってくれたりするので、保険のためにね、いつも2種類植えてるのと、食味の違いもありますんでね、料理のね、目的別に使ったり、あとはね、なんつうかな、2種類植えてた方がね、育つ楽しみもありますしね。ちなみにね、これ花咲くとね、ハイビスカスみたいな花が咲くんですよ。確かね、ハイビスカスかとかなんかそんな感じで書いてたかな。ですからね、亜熱帯地域特有のね、綺麗な花も咲きますんで、観賞用にもいいかなということでね、うちは、2種類、丸さやと毎年五角をね、植えております。で、ちなみにね、この2袋全部巻いちゃうと、前母ちゃんに怒られたんですけど、畳ね、6畳分に数十株かな植えたんですね。だからね、もう中に入っていくことができないぐらい大きくなっちゃって、ほっとくと2メーターぐらいになるからね、これね。あとはちょっと植え方考えなさいよって怒られたことあるんですね。ですからね、種はね、結構甘らかすと思います。で、甘らかしたら冷蔵庫に入れておけばいいんですけど、ちょっとね、オクラに関してはもうおすすめしないんですよね。こうやってね、見ての通り身の大きい種になるとね、翌年とかちょっとね、発芽率とか悪くなったりしやすいように感じるんで、もったいないけど、捨てるか、人にやるか、された方がいいかなと思いますね。ご近所さんで家庭菜園ね、されてる人がいっぱいいればね、うちみたいにね、シェアしたりね、苗作ってからそのままお渡ししたりするんですけど、はい。そういうね、ちょっと、した、種が入りすぎてる問題もあります。はい。で、1、2本だけってしたい人は、最近は苗が売ってるからそっち買った方が早いかもしれません。ただね、苗かなり割高になる品種っていうか種類の野菜なんで、僕はね、苗よりね、種から巻いた方が簡単でね、おすすめですよとね、しておきたいと思います。ということで、巻き方です。大体ですね、育て方として1本ずつ育ててもいいんですけど、1本ずつはね、大きくなりすぎます。はい。ですけどね、うちなんかは皆さんもされてると思うんですけど、このね、ワンポットにね、3箇所、こう、1、2、3と、このように巻いてます。なんでかというとですね、ワンポット範囲ぐらいに、3株育てて、植え付けた方がですね、
互いに干渉し合うのか、大きくなりすぎませんね、うん、株が。ですから1メーター50ぐらいでうちは止めて成長を、はい、収穫もしやすいし、何の植え方って言ったかな、株を多く植えることによってね、収量が増すんですね、はい。まあ、そういうポイントもありますんで、ポットの巻き方は、このような巻き方で行っているといった感じです。もう簡単にもこれで終わりです。少しかぶせてこうね、こうね、こうねと、はい、まあ、こんな感じでね、ポットの巻き方しておりますので、一応ね、今後の予定はね、もうちょっと大きくなって芽が出てですね、何センチぐらいがいいかな、だいたいね、うちの場合は10センチいかないぐらいの時に、一箇所にね、このね、蜜出てた植え付けて、もし発芽してないものがあったら、他のところから一本持ってきて、どちらにしろ、この範囲でね、3株密集させて植えさせております。で、そうすることによってですね、後半ね、台風の時期にね、3本くくるんですよ、紐で。そうするとね、倒れにくくなって、よりね、利点が増しますんで、まあ、そういう内容はね、また後ほどご説明しますけど、今日はですね、ちょっとね、オクラの種まきと、ちょっとしたお話ということで、動画をお送りしましたということで、以上、しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。